にちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はルックブックコーデみたいなやったことないんですけど初めてやるんですが、 ZOZO タウンで最近買った服3パターンあるので、それを着回しコーデということでやっていきたいと思います。パンツはですね、これ今白の GU のパンツ履いてるんですが、ユニクロのワイドパンツデニムですね。これと合わせた感じの上3つ変えて、下2つ変えるので全部で6パターンの着回しコーデやっていきたいと思います。そして私、ご覧の通りもう腕めっちゃ太い、絶賛ダイエット中だけどあとほらほら T シャツの日焼けがすごいけど、二の腕も太い、お腹も今これ下にガーターベルトみたいなのをつけてますけど、お腹もすごい太いっていう中で、このちょっと体型を気にしながらね、うまく着れるのは何かっていうのでやっていきたいと思います。今流行りのこういう鍵編みニットっぽい感じのやつですね。ちなみに今この着ている白のキャミソールはこのやつについてきたものです。なんか今流行りの服とかなかなかチョイスする感じはないんだけど、これは二の腕隠しになってすごい暑がりだけど、これならせめて涼しいんじゃないかなって思って着てみました。こんな感じで、ここのサイドが縛れるようにこう紐がついてますね。でこれを自分の好きな感じで縛ってあげて、こんな感じで結んであげるといいと思います。すごい着てても全然暑くないです。で二の腕もなんとなくごまかせる、お腹もごまかせます。全身真っ白白コーデですけど、足元は黒のローファーを履いてみました。これはもうめっちゃシンプル、まあ、よくあるシンプルベストコーデみたいな感じですかね。でサイズ私に合うのこれだなっていうのが見つかってるので、 GU ユニクロでパンツが基本買う感じですかね。どうしてもなんか服をもう何着ればいいか分かんなくなってきて、私の体型の場合は肩幅がすごい、二の腕がすごいのに、身長私もともと150センチちょっとしかなくて身長が低いんです。だからトップス丈長いもの着ちゃうとバランス悪くなっちゃうしって。次、こちらも体型隠し、すごい夏っぽくて可愛くないですか。はい、こんな感じ。うん、夏爽やか、こういう透け感になりますね。座ってると前出しはちょっと多分だらしないから入れた方がいいけど、普通に立ってる人は全然前出しで緩い感じでいいかなと思います。こんな感じね。で二の腕体型隠しできてるし、はい、お腹もあんまり気にならない、気にならないよね。足元がどうしても今黒のローファー履いて暗いんだけど、これも ZOZO で買ったサンダルになります。これをさっきの白いパターンでも、まあ今からやるコーデ全部に当てはめてもいいかなって思います。私足にやけどがあって、あんまり足の甲を全体的に出したくないんだけど、それでもサンダル履きたいなっていう時に、上の面積こう編み編みのところが広いのであんまり履いても目立たないっていうのがありますね。こういうファッションのことについてはあまりにも疎すぎて何言っちゃうっていうかわかんないけど、でもで次こっち青々で嫌な感じあるかなっては思ったけど、個人的には別にありかな。今度青々でも好みは多分分かれると思うけど、髪とかアップとかにしてあげたらいいかも。あとは小物、カバンとかで、まあ、私カバンがさあんまりいろんな色持ってなくて、基本白と黒しか持ってないんだけど、バッグで差し色、もっと違う色でもいいと思う。3色目出してもいいかなって感じだけど。
次は半袖シャツです。これはポリエステル 80% とコットン 20% の素材ですね。若干やっぱりシワにはなりやすい素材。ボタンを全部開けても全然変じゃない、こんな感じで。袖を少しまくってもいいと思います。これすごい爽やかコーデ、まあ、全締めしてもね全然大丈夫。このアーマストーンでも別にそこまで変じゃないかな。ちょっとボタンを互い違いにして、下のやつを上に、下のやつを上にして、ちょっと入れ込む、こういう感じ。あ、これもいいじゃん、これもいい。ちょっと結ぶんじゃなく互い違いにしたやつを内側に折り込んであげるのもいい感じかもね。こっちがデニムに変えたパターンですね。で、足元もサンダルに変えてみました。見にくいけど、はい、こんな感じ。さっきは綺麗めもあったけど、こっちでも完全ボーイッシュ感があります。車椅子の人のコーデって多分結構大変な思いをしてる人が多くて、履きにくいとか着にくいっていうのはもちろんなんだけど、シルエットとして座りながらどう綺麗に着れるかっていうのがすごい苦労するの。あと私の場合は、まあ、太ってるベースもあるけど、太もものお肉もまだまだたくさん筋肉もあって、座ると足がめっちゃ太く見えるんですよね。足細い人たちもいるけど、そうするとより太って見えるから、なんかそれをうまくカバーできるような服をどうしても探りがちになっちゃう。座ったらどういう風に見えるのかっていう、その座りコーデっていうハッシュタグとかも前はあったけど、座ってる時の着丈感っていうのも分かるようになってくれたらいいなぁなんて思いながら、ある程度もう自分が好きなブランドを見つけて、まあ ZOZO だったらね、今回買ったようなところが最近私は買うので、そういうところでもう自分のサイズ感とかを見極めながら、あ、このブランドだったら丈感合うな、肩幅合うなっていう風に私は見つけてます。車椅子だろうが障害があろうが、おしゃれをしたい気持ちはみんなあるので、諦めずにこんな感じでファッション楽しんでみてください。ということで、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。